これはパパイヤなんだけど、これガーデンガーデンで買ったんですよ。で、かなり大きくなったかなっていう感じなんですけど、連日の雨のおかげか知らんけど、すっごいでかくなった。このちっちゃい鉢に入れているのに、しばらく日向に置いといたら、鉢がちっちゃいせいか知らんけど、鉢の中の温度がすごい高くなって成長が止まっちゃってたんですよ。なので日陰に置いといたらまた元気になってきました。ついで水っていうか、台風のおかげか知らんけど、ここ最近の土が湿っているせいというかおかげかもしれないんだけど、具合がいいですね。土がちょっと、土っていうか鉢が高温化するとちょっとダメみたいですね。なんかこのパパイヤは現状感じているのは、しかも何て言うんですか、鉢がちょっと濃いめの色にしておいたから、余計に日向に置いといたらすっごい暖かくなっとって、そういうのなんか熱帯の植物でもダメなんだろうな多分という、感覚に至ってるんですけど、ちょっと分かんないですね。でも急に大きくなった。いや、買ったのはちょっと終わり頃だったような気がするんだけど、いやまだ終わり頃じゃない時に買ったのか、多分ガーデンガーデンで買ったと思うんですけど、違ったかな、ミスターシードマンだったかな。いや、なんか同じようなの両方で売ってたからちょっと覚えてないですね。ちょっと大きくなった、鉢の割には大きくなったっていう感じですね。